あの私は実は工学エンジニアリングの分野から来てまして、はい、でまあ元々は機械あの工学の分野だったんですで、まあ、その機械を、まあ、設計する上であの人工知能 AI を使ってどういうふうにサポートできるかっていうふうなそういう研究をしてたんですねで、まあ、その後あの機械と人間のインターフェースに興味を持つようになったりしたんですけども、まあ、あの実はあのしばらく数年間あのスタンフォード大学に行っててで戻ってきてから あの芸大と関わるようになったんですで実はちょっとその間に JST の中での先駆けプログラムっていうのがありましてでその先駆けっていうのはあの個人研究をサポートするんですけども私の場合にはそのあのコンテンツ制作の分野であの個人研究を数年間させてもらえることになって、まあ、それで展示物を作ったことがあるんですね。でそのありから芸大に来てあの一緒あのあ 作家のの方と一緒ににを作作っったたりすすするよううなったんででそねあの作品という形で発表するようになったのは本当に芸大に来てからなんですけども、うん、多分最初に大きなものを作ったというのは「うん、計算の庭」というあの作品で、まあ、人があの庭の中をこう歩いていくとあの数字の変換をするゲートを通っていくとでその数字の変換をされた結果ある数字になったらゴールから出られるっていう。 そういうまパズルのようなメロのようなものを作ったんですね。かなり大きなものだったんですけども、それをあの芸大の佐藤正彦先生と一緒に作ったのが、あのまあ展示物としてはあの比較的大きなものを作ったものだと思います。そのあたりまでを JST の先駆けプログラムでやっていて、その後あのメディア映像専攻であのまあ佐藤先生と一緒にあの指紋の池 とかですね他の,あの展示物を作りながらまああの新ししいいいい分野をろろ開拓てるこれはですねあの一見大きなディスプレイなんですけどもあの展示を見に来た人が自分の指をこうセンサーの上に置くんですねそうすると指紋がスキャンされてそこで自分の指紋がですねその大きなディスプレイの中に泳ぎ始めるんです。 でもあの既に前に来た人の指紋が何百個も泳いでて、まあ、群れの中に合流するんですけれどもそのうちあのもう一回その展示を見に来てですねでさっきあのスキャンしたのと同じ指をもう一回置いてみるとあの自分の指紋だけが気が付いてで自分のとこに泳いで戻ってきてくれるっていう展示物なんですで、まあそれで初めてあの今まで気にもしてなかったような指紋がちょっとあの可愛くなるっていうかですねあの気になるようになるっていう。 そういうい展示物なんですねあの実は COI の最初のプレゼンに行った時にもですねその,あの指紋の池のことをあの文部科学省の方にご紹介してで、まあ、そういったものをあの研究するっていうことで了解が得られたのでこのメディア共感覚メディア研究グループでもあの、まあ、映像とそれからいろんな感覚を融合した研究をするっていう一つのグループを作ることになったんです。でまあ、具体的にここのグループでやっていることは 例えばそ,の、えー、とそれこそ触覚と映像を組み合わせて、まあ、砂にプロジェクションをしてです、ね、で砂をこうあの掘ったり盛り上げたりしていくと自然にその山やあの湖のようなそういう地形ができていってそこに映像が重なってこう水が流れてくるような様子が見れたりっていうふうに、まあ、触覚とあの映像を組み合わせたものをお展示物として作って見たりします。 そのほかにあの AR です、ね、あのを使ってであの、まあ、ちょっと言葉をあの覚えるのが苦手な子供さんのワークショップであの、まあ、言葉を書いたカードを、えっと、iPad がとかかざすと iPad の中にそのあの音に、えっとね、当たる動物が出てくるっていうふうなそういうあの AR のアプリを、まあ、研究員の人と一緒に作っていたりします。 まあそういうふうにまあ映像を中心にあのまああの触覚とかあの音とかそういったものをあの組み合わせてであのえっ、ー、とまあ人と一緒にこう使えるようなものを作っているっていうところです。そうですね。あのやっぱり相当試行錯誤しなきゃいけないのであのえっとまあよくその発表の場っていうのは本当にあの最後の。 あの段階なわけですけどもその手前の試行錯誤の部分にすごく時間がかかるしか、まあ、けなければい,けいいものができないっていうところが、まあ、む社会実装自身は多分あのこれまでのたくさんの蓄積があってあのこれからもなされていくと思うんですけどもそこに芸術から出た社会実装っていうのが大きな課題だと思うんですねこの COI の。で あの普通エンジニアリングで言うと社会実装っていうのは再現できることなんですあ,のある核の技術があってそれを確実にこう使えるようなものにするっていうことで例えば橋だったら絶対壊れない橋を作るっていうのが社会実装だと思うんですけども芸術の場合には毎回前とは違うものとか人とは違うものを作るっていうすごくその,あの力が大きく働くのでで,あのできるだけそこの自由の自由 差を残しながらあのでもやっぱり使ってもらうために役に立つものっていうのを作るっていうところが一番難しいところかなっていうふうに感じてますあのまあ、多分一般的にはその利益っていうことになると思うんですね社会実装だとだけどまああの大学からの社会実装っていうのは少しそのニュアンスが違ってもいいのかなと思ってますあのむしろですね喜んでもらえるものとかあのえっとこれまで 体験できしたことがなかったので今回あのすごい新鮮だったとそういうあのことですね、まあ、体験なんですがあの今までとは違う気持ちになるっていうことができたらあの社会実装の一つの形なんじゃないかなと思ってます。まあ、それをあの利益に結びつけばなおいいと思うんですけども、まあ、それはあのもっと時間をかけて企業の方々と一緒にやっていくとしてやっぱりあの もともと僕たちは展示物とかあの映像で上映したりするっていうところから来ているので、やっぱり見てもらう人がこれまでと違う気持ちになってもらうっていうことをあのまあ目標に社会実装をして喜んでもらえるものを作りたいなって思っているところです。あの技術がすごいっていうアピールをするっていうのも一つの方法かもしれないんですけども、まあやっぱり展示物なんか作ってみているとですね、技術がすごいっていうのは。 最初の驚きだけはあるんですけども、もまあ、1回でいいかな？っていう感じなんですね。体験でいうとだけど、もう少し何度もやってみたいとか見てみたいっていうものができた時に成功感があって、そういうものをまあまあ、好きになってもらうものを作れたら一番あの我々としてはいいかなと思ってます。まあ、できれば利益もついてくればいいんですけどもね。そこにそうですね。 あの一方でやはり展示物を作っていたりするのであのそういう展示の場があのなくなったりってことは残念なことはあります。ただもう一方でやはりあの映像の新しい使い方ですね特にネットであの展示をしたりとかあの、まあ、ワークショップなんかも今ネットでやろうとしているあの動きが多いですけどもそういった場合にはやっぱりあの従来は あの同じ場にいたところが、まあ、ネットで共有できる映像であのワークショップをしようっていうことになったりしているのでちょっとあの使い方は変わってくるかもしれませんけども大きくあの映像とかその感覚を用いたあの、まあ、展示物ですかね大きくは映像の,あの出番はあの増えていくんじゃないかなというふうに感じてます。 あの実際のところですね例えば邦楽とかであの従来あんまり科学技術に関係ないと思われてたところからもあのぜひそのコンサートをネット配信したりとかあの何かその映像的な演出をあの一緒にできないかとかそういうお話をいただくことが増えた気がするんです。ですので、まあ他の音楽とかあの表現の分野とあの映像の結びつきっていうのはますますこれから広がるように 思いますこれはあの2019年の1月にロサンゼルスであのコンサートをやった時の記録映像なんですけどもそのコンサートはビバルディの「指揮」をあのえっとロサンゼルスの南カリフォルニア大学とあの東京芸大の,あのえっと演奏家たちが一緒に演奏するというコンサートだったんですね。で芸大からは楽長もあの行ってあの演奏したんですが あのちょっと普通の演奏会と違うことはこの演奏会であのアニメーションをです、ね、あの上映したんですでそのアニメーションはあの、えっと、大きなスクリーンにあの出すんですけどももともとアニメーターは映像を音楽に合わわせてて作っているわけですねであの通常のコンサートだとアニメーションを上映しながら演奏家がそれに合わせて演奏するっていうのがあのシネマコンサートとしてよくあるパターンなんですが。 この場合にはあの AI があのそこに介在して演奏の音を AI が聞いてそれに合わせてあのピッタリのフレームを出していくっていう要するに映像の速度調整を AI がするっていう仕組みになっているんですでまあこれこれはあのヤマハのあのあの音楽 AI 技術が一番あの核にありましてそれと我々が作った 映像をあの調整しながら出していくっていうシステムがあのもう組み合わさってできているものなんです。で、そういうふうにあの AI を開催させることで演奏家はま自由に演奏を行うことができると。で、あのなので表現のあの幅を狭めなくていいっていうことが大きなメリットだと思ってます。 あのリハーサルでやってることって結局いろんなあのあの人たちが合わせていくってことだと思うんですがそれを映像もまあ一つの楽器と考えると一つの,あの映像って新しい楽器が入ってきたときにそれを AI がうまくこうあのアンサンブルに入れてくれるっていうあのそういうものだと思っていただけるといいかなと思います。ああの面白くくなななっっててるるんんじゃいいいかかとと思いますすこ <laughs> これはは決して今からお起こるわけではないんですけででども、まあ、もっと 以前からコンピューターがあのだんだん目の前から消えてであの自然に身の回りの中に見えない形で入っていくっていうことが起きるがれとしてあると思うんですね。でつまり、まあ、あの生活環境とかあの、えっと、仕事の環境の知能化ってことになるんですけどもそれはものすごくこれからコロナの影響を受けてですねあの進んでいくというふうに思ってます。でどうしてもあの 在宅勤務とかあの仕事の分散化っていうことが必要になってきますのでそうすると自然にあの一か所だけにもう全てが集まってるんじゃなくてあのどこでも仕事ができるとかあのむしろ仕事とですねあの趣味とか生活の境界があまりなくなっていくっていう方にあのなっていくと思いますので何て言いましょうかすごくあの一極集中しなくてもやりやすくなる上で。あの 僕らがやってるようなコンピューターと映像っていうのが使われる場が広がっていくんじゃないかなっていうふうに思っています。ななかなかやりきれる <laughs> っていうのは難しいんですがこれからやらなければいけないっていうのが非常にはっきりしてましてそれはそのゲームなんですねゲームの分野なんです。いいわゆるる勝ち負けがはっきりするののゲームっていうのを もう含めてなんですがあの何か,かすあの作られた世界の中で遊ぶことによってあの、まあ、気持ちが違うものになったりあの人間の生活や考え方に影響を受け及ぼしたりするっていうそういう仮想の、まあ、バーチャルってことですかねそういう世界が、まあ、まあ明らかにますます広がっていきますので。 ゲームっていうのはそういうまあバーチャルの分野と我々の,その身近な iPhone モバイルとか iPad とかそういったものとの,あのえっと結びつきの中で大きなあの一番大,きな大事な要素になってくると思うんですね。で,ですのでゲームをあのもっとあのいろんな分野に応用していくっていうこと例えば医療とかあの教育とかに応用していくっていうことがあの すすごくこここれがやななきゃいけないけとととだと思っているところですあと10年ぐらいするとあのきっとこういうコンピューターみたいなのも大きく姿を変えて、まあ、それこそこういうラップトップとか多分なくなってるんじゃないかと思いますけどもその代わりにあのバーチャルの世界であの、まあ、ゲーム感覚でいろんなあのやり取りができたりあそ、まあ、遊べたりとかです、ね、あのえっと情報共有できたりっていうことが広がっていくと思いますのであのその分野をぜひやっていきたいなと思います。 多分ゲームで言っていることは達成感だととうことだと思うんですだからあのなんかトレーニングをした時の達成感とかもうちょっと医療的な面だとリハビリをした時の達成感とかですねあるいは教育だと学習した時の達成感とかそういったものをつけていくための,あの、えー、と映像の使い方っていうのがすごく有用なものになってくると思います。うーん実はですねのの中の 一つの流れとしてうーんとです、ね、作ることに関する科学っていうのがないっていうことつまり設計に関する科学がないっていうことがですね大きな問題になってきたのが90年代ぐらいからなんですね、まあ、ちょうどその頃から今それこそ今のコロナにも通じるんですけどもいろんな現代的な問題がですね えっと、それまでと違う形で出てきた。例えば、その、あの、病気の発生なんていうのは。まあ都、都市、にこうやって密集しているからこそ、起きてしまいやすくなってますよね。で、それと、まあ、似たようなことなんですけど、孤独、こんなに人がたくさんいるのに、孤独だみたいな。そういうことも、あの、都市の、と、的な特徴だと思うんですね。そういう、ちょっとそれまでにない問題っていうのは、どうも。工学的な言い方でいうと、あの、いろんな、こう、都市とか、ものとかが大量に生産されて。 できた結果あの思いがけず出てきた問題っていうふうにあの和服産物ですねあの都市が過密が進みすぎたりとかあの物に囲まれた生活が進みすぎた面があってあのこういうあの、まあ、孤独の問題とかも出てきたんじゃないかというふうにうあの言われてて、まあ、少しそういうあの作る部分についても人間がどういうことを考えながら作っていか。 たらこういう結果になってくるのかっていう作るプロセスについての理解をしないと工学もこれ以上進まないんじゃないかっていうあのことになってきたんです。それは九十年代ぐらいで、私もちょうどその頃が学生だったので非常にまあそういう面に興味を持ってですね。もあのまあそれであの工学の中でも物もを作る人、まああのデザイナーですね、デザイナーとかあのまあもう少し芸術家の方とあのお話しする機会が多くなって んですでまあ、ちょうどその頃にまに芸大の中でも新しい分野学部を融合する分野としてまあ先端芸術表現化っていうのができてで、まあ、私もちょうどそこにあのあの参加することになったっていうのがまあ90年代終わりくらいなんですけども、えっと、なので問題意識としては結構あの共通してて工学でいうとあの、まあ、作る時の考え方の理解ってことですしあの芸術分野でいうと総合化しないとあの もう少しあのなんて言うんですかねあの、まあ、作り方を考えるっていうか作り方を変えるっていうふうな動きがあの出てきたんですね,そうですね少し難しい、まあ、あの作り方というかあの考え方っていうのをあの少し客観的に見るような視点がも、えっともとの学問の中に入っている 必要があるっていうことがあの問題点だし、まああの意識しないといけないことではあるんですね。あのわかりやすい例でいうと原発なんかそうですけども、まあ、原発は一番効率がいいのは間違いないんです。ただそれがすごく副産物もあの長年にわたってみると、まあ、危険なんかも含めた副産物がこう含まれているってことですけども、そういったものが果たしてあの えっと、推し進めるべきなのかもう少しあの違う代替エネルギーを考えるべきなのかっていうのは非常に分かりやすい問題ですけどもなかなかそれを表立って考える分野っていうのはすにの中にはなかったんですねで、まあ、そういうところがあの、えっと、足りないっていうか意識があってで少し総合的に考えないといけないっていう総合化の,あの動きにつながっていったんです。物を作ってる人から言うと あのまあ、理想論ですけどもいいものを作ってですよねでその、まあ、時間を経たあの淘汰されても生き残るいいものを作りたいってすごくその余計があってでまあ,あの社会実装っていうのは多分そのあの面がこれからも続くと思うんです。で,でまあ利益とできれば近いのがいいんですけども、まあ、少し違う軸としてあの まあ、そういう科学技術を使ったものでも、より、あの、まあ、好まれて、あの。えっと、まあ、なん、なんうでしょうかね、その、生き残れるものを作れたらいいっていうふうに。思って、ます。そうですね。あの、領域を進めていくだけでは、できないことがあるっていうことが、そこの、あの、まあ、大きな共通点だと思います。まあ、この C. I. も、J. S. T. が、そういうところを面白がってくれているんじゃないかなっていう、あの、期待をしてまして。 それからこそこうやってあの豊かさっていうものの,あの研究の中にこう科学あの技術だけじゃなくてあて芸術も入,入,れて入れてもらってるんじゃないかなと思ってるところです。